おはようございます。香織です。今朝は、なんか面白い考えが浮かんできて、それはね、突然浮かぶわけではなくて、思考の流れはあるわけですよね。その思考の流れがあって、あ、こういうことかなっていうね、その気づき方なのですが、自己愛と人類愛を均衡させるっていうね、これも、量子意識のね、一つの、なんて言うんだろう。量子意識はね、何かと言ったら、真逆の価値観を同時に存在させるというね、この意識のことかと思うんですよね。なので、私は最近、真逆のものをね、価値観ですよね。それを考えるのが、結構楽しくなってきていて、その過程でね、この自己愛と人類愛って、一見対立する価値観で、同時に存在できないかのように見える価値観。はい、だけれども、私たち一人一人の心の中を覗き込むと、両方がね、欲しいと望んでいる人がね、大半じゃないかと思うんですよね。で、人類愛を望まない人はいないし、自己愛を望まない人はいなくて、で、もしかしたら、これは二者択一のものっていうかね、どっちかを選ばないといけないかなという価値観があると、そこが苦しいわけですよね。どっちも捨てたくない。本当は捨てたくないけれど、それは許されないよね。どっちかに専念するしかないんだよね、という、囚われっていうかね、この制限意識みたいのを持ってしまうことによって、その苦しいっていうのは、その人間嫌いなね、感情を持ってしまうことが苦しいという気持ちと、ちょっと似てるかと思うのですが、で、量子意識は、どっちか選んでねっていう価値観を、どっちも持っていて、両立させるっていうかね、同時に存在させるっていうか、ある意味、どっちもないと困るというね、その意識ではないかと思います、その量子意識はね。だから人類愛だけを持っていても、困るし、自己愛だけの人でも困るっていうね。で、この両方をバランスよく持ってる、均衡させている状態が、その意識状態が健全であるっていうかね、そこで大きなね、価値観をね、生み出すっていうね、その結果があるのが量子意識かなと思います。だから真逆の価値観を同時存在させてるだけではなく、同時存在させることによって、その飛躍的な効果みたいなね、だから量子コンピューターの演算が古典コンピューターに比べると、もう莫大なスピードって言わないか、最速っていうかね、何億年分かかる計算をその何秒で成し遂げるというね、それができるのが量子コンピューターであり、だからその量子意識も似たようなね、量子コンピューターと似たような結果を出せる、つまり真逆の価値観を同時存在させて、そこで飛躍的な、これはちょっとね、まだわからないことなんですよね。でも、同時に持っていいよと言われると、まず気が楽になるっていうかね、あ、いいんだ、それで、というね。この意識的には緩む感覚があるんじゃないかと思います。はい、だから、自己愛ね、自分が何を食べたいとか、どこに住みたいとか、何を着たいとかね。その欲求は持っていいし、自己愛を、追求するのも、全然 OK ですよっていう。まずその許しを、自分に出す。はい、でもそうしている自分も、別に人類愛を捨てているわけではないっていうね。はい、独り占めしないと、自己愛が満たされないということではないという価値観が、持てるわけですね、そこでね。
はい、だから自己愛をもう とことんでもいいから追求しつつ、でも同時に、この地球上に存在する他の人のことも同じくらいっていうか、その自己愛とバランスするくらいの、ね、熱量っていうかね、熱量とも、違うんだな。だから自分の中でそれが同価値という捉え方があればそれでいいわけです。実際その人類愛のために 何か一生懸命 やるとかね、そういうことではなくて、あ、どっちも均等に大切なんだなという認識をすることによって、まあ、その莫大な効果が何であるかはよくわからないのですが、少なくとも今現在のね、自分の気持ちとかその感情がすごくね、緩むっていうね、それはあるんじゃないかなとね。はい、そんなことがね、朝ね、ちょっと気づいたのと、あとはね、昨日からなんとなく気づいていることで、私は今年の目標を、無意識に意識を向ける。はい、自分が無意識に、なんかさっとやっちゃったり、パッと考えちゃったりしていることに気づいていくというね、この目標を立てて、まあ、時々なんかね、忘れそうになるのでね、こうやってお話しして、時々思い出すようにしているのですが、それをね、意識していてね、昨日ウォーキングをしている時に、ふっと気づいたのが、あ、私ってなんかこうね、いびつなゴーグルをしているなっていうね。はい、だからゴーグルってスキーやるときにつけるやつありますよね。あとは海に潜るときに目の部分につけるね。あ、それはゴーグルって言わないのかね。まだとにかく形がね、いびつなんですよね。私のイメージの中でね。だから視界の中にそのゴーグルの端っこが映り込んできてたりとか、あとはね、そのゴーグルにね、色がついてる。なんとなくこう、茶色とか黄色とか、そのサングラスについてる色味みたいのがついていて、つまりそのゴーグルを常につけていると、現実のものね、ものとは、違う形で見えてきちゃうな。つまりフィルターをかけて物事を見てしまっているなというね。あ、それは、私はね、結構そのことをっていうかね、自分が色眼鏡で見てしまうことに関しては、内観していたつもりなのですが、まだこんなゴーグルがあったのかみたいなね。まあ今こんなって言っちゃいましたけれど、そのゴーグルをね、悪とするとか憎むっていうわけでもなく、あ、そのゴーグルをしていたなーっていうことに、ただ気づくっていうね。まあ、それだけで、OK なわけです。ある意味、そのゴーグルも役に立っていたんですよね。私にとってはね。役に立ってたのか、ゴーグルで遊んでいたのか、まあ、楽しませてもらいましたという側面もあるので、そのフィルターをかけてしまうゴーグルがイコール悪とか悪いものではないのですが、あ、結構それつけちゃってたなってね。で、飽きてきたらもう外せばいいっていうかね、あ、もうこのゴーグルをつけていると、こうなる物事がこう歪んで見えたり、実際のものと、違って認識しちゃうので、あ、これもうやめようかなみたいなね。その気づきにつながっていけばね、いいかなと思いますが、だからそのゴーグルがちょっと疲れてきちゃったって感じですかね。あ、これやるとなんかいつも、こう、同じところでつまずいちゃうっていうか、いつもこう、同じ解決法しか浮かんでこなくて、なんかつまらないのでやめようみたいなね。はい、そんな気づきについてお話ししてみました。最後までご視聴いただき、アンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。